ギュスタブ・ガリグーギュスタブ・ガリグーは、フランス、アベロン県バブルティザック出身の明治電車競技選手。1907年にプロロードレース選手としての活動を開始。同年のツールドフランスにも出場を果たしたが、1914年に引退するまで8年連続で同レースに出場。下記に示す通り、すべて総合5位以内の成績を収めた。 1911年のツールド・フランスでは、第4ステージ以降総合集をキープしていたが、同胞のポール・デュボックが、中盤の第8ステージ以降、猛追する展開となった。ところが、ピレネー山脈越えステージとなった第10ステージにおいて、ガリグーが、区間優勝のモリス・ブロッコに34分差の2位で、ゴールしたのに対し、デュボックは、ピレネー山中で突然激痛に襲われたことが、 原因で3時間47分差の21位と崩れた。レース後、デューボックの給水ボトルから毒物が見つかったが、これはガリグーが指示したという話が、デューブロックのサポーターから発せられたことが要因となり、翌、第11ステージでは、沿道の観客がガリグーに対し避難と罵声を浴びせ続け、ルーアンにおいて、 そのボルテージは最高潮に達したことから、レースディレクターのアンリ・デグランジュが急遽、自動車3台を用意して、コースと沿道を隔離させた。結局、上述の毒物混入については、デューボックのライバルチームのスタッフの単独犯行であることが判明。このことが影響して、デューボックは第8ステージ以降、区間4勝を果たしたものの、ガリグーに18ポイント差及ばず、 総合2位となり、ガリグーが出場5回目にして初の総合優勝を果たした。ガリグーは全出場レース中96回、10位以内に入ったが、うち65回は5位以内を記録するという安定した戦績を収めた。1914年、第一次世界大戦勃発の影響により、現役を引退した。ありがとうございます。